皆さんこんにちは。J センターの佐川です。今日は物の使い方とこれはいいです。これは悪いです。を説明するときに使うのにを勉強します。それでは始めましょう。のに。まず物の説明をするときに使うのにを勉強します。マイクさんです。マイクさんは日本語を勉強しています。日本の文化にとても興味があります。先生、これは何ですか？これですか？これは風呂敷、風呂敷です。え？風呂敷？はい、風呂敷は物を運ぶのに使います。風呂敷は物を運ぶのに使います。へえ、そうですか。ありがとうございます。それから、先生、これは何ですか？これですか？これは、のし袋、のし袋です。え、のし袋？はい、のし袋は、お祝いのお金を入れるのに使います。のし袋は、お祝いのお金を入れるのに使います。へえ、そうですか。ありがとうございます。次は、いいです、悪いですを説明するときに使うのにを勉強します。花子さんです。花子さんはデパートで働いています。働くとき、いつもこの靴を履いています。花子さんの趣味はハイキングです。休みの日は山へ行きます。よく山に登っています。この靴で山を歩くと疲れません。この靴は山を歩くのにいいです。この靴は山を歩くのにいいです。太郎さんです。太郎さんは田舎に住んでいます。太郎さんの家の近くにデパートがありません。それからショッピングモールもありません。コンビニもありません。買い物に不便です。田舎は買い物に不便です。田舎は買い物に不便です。今日は辞書形のにと名詞にを勉強しました。風呂敷は物を運ぶのに使います。この靴は山を歩くのにいいです。田舎は買い物に不便です。こののには物の使い方を説明するときに使います。これとこれはいいです、悪いですを説明するときに使います。名詞のとき、プラスにになります。これで今日の授業を終わります。皆さんも一緒に J センターで勉強しませんか？それではまた会いましょう。バイバーイ。